はい、こんにちは。はい、こんにちは。今回はですね、先日賞金の大会があったということでね、賞金のトリオなんですけど、はい、スクワットとかデュオとかでもなく3人1組のチームで、3人そう、だからもうちょっとまた難しいっちゃ難しいんだけど、難しいよね。まあそちらの方でね、結構3枚生存で勝ったんで、割とやっぱ立ち回りが良かったんかなって思うんで、ぜひその立ち回り見ていただけたらなっていう感じではあるんですけど、まあトリオだったんで有利ポジを取ったりとか、まあなんかその強いポジションを取りに行かずに、あえて弱いポジションから入っていくっていう感じで1位になったんで、まあ3人だとね、強いポジション取ってもトラマスも禁止になってたら守れないから、そう、それを見越して、まあ、みっちゃんとかね、まあ、侍さんとかが、まあ、こうしたらいいんじゃないかとか、っていう話し合いで、まあそういう感じで3枚生存で最後勝ったんで、はい、ぜひそちらの方見ていただけたらなと思います。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。ショットガン禁止ね、とりあえず。オッケー。はーい。まあ、安定のホールですね。アップグレーが。原子行きたいけど、どうするかな。まあ、一個だけ残ると思うから、安くっちの分だけ取りに行こうか、とりあえず。周り見えへん。原子にワンパ降りてるかな。ブラマワンパ。じゃあスケッチ2回やな。そう。オッケー。ショットガン禁止ね。オッケー。そうだね、やっぱアップグレは安ケッツのだけでいいと思うから、オッケーオッケー、後から行くわ。しかし裏回んないで真正面に立ち向かう戦い方、俺久しぶりすぎてやばいわ。いや盾とかもやばいもん。どうしよう、俺スナイパー持つか。まあ盾だで、どうやろうな。まあ、みっちゃんいつもみたいな感じで、どの道先頭でさ、近かったらみっちゃん前出て、砂なんか使わんと思うし。いつかルームで2丁目スナイパーで近距離で抜いてみたいわ。サメサマリ。オッケー、じゃあ取りに行くわ、それ。どうしよう、 FHJ は。あ、2丁でいいんちゃう、いつも通り。 OK、 じゃあそうしよう。あ、そっか、2階か、3フェス、そっかそっか。 The revived flight will arrive in 1 minute。 あれ、おお、これなんもないよ。気のせいは、なんかいいスナイパーないっすかね。いいスナイパー今んとこ見てないな、おそらく。ちょっと外周あさるわ。チップターミナル is almost ready。あれ？サンベさん待ってる？いや、あ、待ってない。The safe zone is collapsing。ニベスは持ってる？うん、持ってる。アウトロー、みっちゃんアウトローだった。スナイパーライフル here。あ、オッケー、アウトローにしますね。俺がいつもあさるとこ。どこだそれは？赤い周か。そうそうそう。これ三回誰とあさってるやつ？あさり残しがすごい。全然あさってないで三回。3階のヤスケッチ方面全然当たってないで。いつもの感じになっとるやんけ。いや、ちゃうね、サンベストイに行ってる時とか、あの金庫漁ってたりしてたらそうなりましたね。ああ、そういうことね。
呼んだらねえなぁ、なんかもう。そう、呼んだらない。スタミナ紫あるよ。わぁ、いいかなぁ。俺はもう最近ね、拡張しかつけない系の話になったから。あ、マジか。うん、卒業したん、スタビは。うん、さすがに卒業しましたね。もう大体漁ったかな。FHJ がない、俺。確かに FHJ がない。マジか。赤箱が、待って、あ、いつものあっち側見てないから、ちょっと見るわ。赤箱ねえぞ。おっと、FHJ なしか今回。救急車側も開けて、うん、開けたよね。まあブラマで取れるけど。いやブラマにはいかんかな。Airdrop is coming。とりあえず原子行こうぜ。オッケー。原子はワンパ打ったらね。うん。もうあの空いてるからアップグレは、うん。多分もうどっか行くはずだと思うけど。一回で。あ、グレもらっとくで誰か。なんか。渡すわ。どうしようくれ。いや、いや、サメさん、あ、持っといていいよ、やっぱ。あれ落とせばいい。オッケー。あ、これ縦、いけるかな。なんか心配で仕方ないわ、縦とか、ほんま。いける。先に出したらいい。だから前、一回も出さずに終わったなって。Using adrenaline shot now。あ、打たんほうがいいか。うん、一応ね。ヤスケッチどうぞ、多分1個残ってるはず。オッケー。トラバスないもんね。うん、ない。ね、もう目的が達せたんで、あとは強いポジを取りたいん、あー、どうしようかな、この物資。やめとこう。ちょっと漁りたいね。FHJ が欲しい。うん、漁りたいね。取る前に、バーってやられる。そうやったら、ドフ開いてるけど、ドフ行ってもいいんちゃう？ん？ドフ行ってもいいんちゃう？ドフのアップグレ。あ、いたわ。取られた、今取られた。もう1個余ってる。まあ多分このバス停のやつも多分1個しか余ってないやつだと思う。ゼロがエアドロ取ったよ、あの端っこ。やりますね。取るわこれ。うん、開いてねえ。開けるわ。1個だけ残す。いやまあ別にまあ。OK、行こう行こう。Using adrenaline shot now。Using adrenaline shot now。そうだね、あと打って。どうしようこれ。もう早くもアンチ取る。うん、取っても FHA ないとさ、守れんそう。一丁ありゃまだいいけど。エアドロップ is coming。 あ、エアドロップもいいんちゃう。そうだ、落とせねえ。悲しい、これ落とせたら最高だったのにや。落ちねえかな、ちょん。自然に落ちるんちゃう。あ、バカバカあるでこれ。どうですか。あ、ダメだ。ダメだ、落ちた。どうか。ショットガン禁止ね。うん、大丈夫やな。あ、ドローン持ってる。いや怖いな、でもこれ上取るよ。そうだね、もう置いて。ヘリおるわ、ヘリおるわ。オッケー。どうしようかな、やるか。あ、下降りたわ。これ、武士取って、武士取って、武士取って。あ、いるいるいる。はぁ？ナイス。ナイス。ナイス。あと1人。リローディング。追いついて、相手立って。相手立てる。いいぞ。屋根上登っていいで。ダメだった。フォーマル残ってんの。サメさんの蘇生ありか。いや、どうだろう。
あ、来たよ、こっち。蘇生いけんのかな。そうだね、蘇生いけんのか。あと3しかない、1しかない。いけたな、蘇生。いや、大丈夫。とりあえず、いいぞいいぞいいぞ。相手盾だからな、気をつけろよ。あ、どうだろう。トリックスターか。拾うわ、タグ。オッケー。そうだね、とりあえず、タグやってそこら辺で待機してもらえれば。ドッグタグ scan successfully。やめよう。Your team will return to the battle when the next revive flight arrives。お、オッケー。Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. 盾当てたのに腰一部殺された。てか相手トリックスターだから足音分かってんのか。そうだね。屋根上で捨てて待っといた方がいいな。あそこの上でいいかな。あ、でもこのおるね、まだ。おるわ。トリックスターだから攻めるのもありやけど、賭けやで。うん、いや、待つ。とりあえず、イーナについてタクティカル外せば。いや、イーナ、タクティカルつけてこい。なるほど。届くね。戻ったところで、多分殺されてそうな気がする。いや、スケッチがカバーしてくることを願って頑張ろうぜ、これは。頼むぞ。あ、降りてますね。安くて降りてるわ、そっちに。屋根上で、見といて、ずっとそこで。うん。ヘリ。エネミービークルズ nearly done for。降りたな。降りたぞ。下、下降りた。大丈夫だ、見てるよ。オッケー、了解。向こう側に行ったで、こっちの建物の奥。とりあえず中入った。エアドロップ is coming. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy eliminated. Using adrenaline shot now. 死ぬなよ、とりあえず。The revived flight will arrive in one minute. ここの俺の建物の中にいる。ああ、外にいる。あ、なんか来た。よし。建物の中、2階。あ、外出た、こっち。3体来たか、追いかけてみよう。エネミービークルズ、ニューリージャンプ。よし。山地やすけつまねえな、一人にさせて。いいよ、大丈夫。取れたで、よかった。カスタム取れるぞ。うん。とりあえずアド打って、待機だ。FHJ 取っとくわ。やっぱ俺盾下手だわ。でも食らっとったやろ向こう。食らっとったけど。どうなんだろう、しっくりとこない。てかこれさ、敵のカスタム4なの俺取ったんだけどさ、自分のまだ取れる。じゃあ俺ローカス取っていいかな。ああ、いいんちゃう。アーマープレート取りて。あとアーマープレート俺4枚持ってるよ。ここにめっちゃ持ってるやつが俺。それジグソー、俺ゼロキルなんだけど、なんかめっちゃさ緊張してんのかさ、手がなんかプルプルしてんねんけど俺。なんで緊張してんちゃう。緊張しとるで。で立ってたからかな、なんかちょっといつもと違うかな、なんか手プルプルしてる。サンベスがね。あ、マジサンベスあった、あった、2パールーパーズ here。 ナイス、2パー。ここにもあるわ、サンベス。ルーパーズ here。 エアドロップ is comingオッケー、とりあえずグレもまあまあある。FH で俺もう一個持つ、うん、ここにあるけど。まあ持てんだったら持ってほしいな。オッケー、持つわ。オッケー、もう移動しようかな、じゃあ。オッケー。行くかな。The revived flight will arrive in one minute. コンカッション2。コンカッション5。サメさん。いや、スケッチも投げて、持ってていいよ。オッケー。うん。いや、1個だけもらいたいです、ヤスケッチ。あ、2個落とすよ。オッケー。コンカじゃなくて俺グレ投げるわ。
了解。いや、根幹を持っといて。根幹で、うん。3人で持って投げた方が強い。なんかヘリ無事なのあるけど、乗らないわ、これは。何パーか見る。あー、見といて、一応。95。あー、使えるね、まだ。強いところを取るか、弱いところを取るか。まあ、この間みたいに弱いところから入っていこうがいいんちゃう、最後の最後で。うん。それまで弱いところで生き残る人だったら。ちょっ弱いところって言うんだったら、ここの崖下でさ、あの、伏せてもらね。うん、それでもいいと思う。うん、それでいいと思うわ。オッケー、行くわ。いや、めっちゃテープループしてんねんけど、やばいねんけど、それでも今ガクブレだったからめっちゃ俺もうやばいわ、もうマジ何も分かんなかった。目の前に敵来て、なぜか分からんけど、弾撃たんかったで、お前。なんか分からんけど、ナイフ。俺よりあかんやんけ。なんか分からんけど、ナイフでこうキャラコンでかわしとった。怖いってる。どうしよう。まあ、まだクラッシュにとくか、さすがに。オッケー。あかんわ、二人緊張しとるわ。ちょ、マジ、なんでやろ、手がプルプルしてんねんけど、俺の手。やっぱトリオだと安心感がねえんだ。あ、そう、4人だとね。まあでも敵も同じだねな。ちょっと待って、マジで、手が、マジで変なんだわ。マジで先般濃く手してるわ、これ、今。オッケー、あと打って6、そんでもって、そういえば。あと打って5。打って2。渡すわ。あ、オッケー、渡すわ。いや、俺渡す。オッケー。はい。1本落とすわ。ちょ、バックパンパンで取れねえ。何やってる。オッケー、もらうわ。あとスモークしてた。スモーク、持っとこうかな。あそこおるな、この上おるな、やっぱ。うん、それはおるやろ。じゃあ、そろそろ来るかな。左やっ。オッケー、後ろいないだろう、多分。オッケー、行こう、もうこれ。崖下。ここ完璧じゃね？ほぼ車線綺麗で。うん。バレたら終わりやけどな。バレたら終わり。うん。足を立てんなよ。うわー。真反対。上おるわ。動くな。うわ、真上おる。いるね。OK、ならもう右回るか、これ。うん。OK、行こう。大丈夫。The last revive flight will arrive in one minute.スナイパーでゆっくり見てるけど見えへん。あそこの上取っていい？どこ？いいよいいよ、取っていいよ。逃げる準備しとけよ。あー、なんかそこで縦の咲いた跡がある。あ、おるわ。チップターミナル is almost ready。 とりあえず上はおらんわ、この岩上は。了解。あと5秒、アンチ。そうだね、こっちが早いから、こっちしかないんだ。山、そうだね、そこおるね。直線で行く？そうだね、直線で行くしかない。とりあえず俺一番前では立てんから。やすけちゃん、ここら辺の岩柱の上とかにおったらもう最悪すぎるから、それ見といて。オッケー、登ってみればいい？うん。山ばっかやな、俺。右のやつどこ行った？ね、それ見えない。右のやつら見えないんだ、ここ最高なんだけどさ。あ、左おるわ。左おるけど、まあ、顔見せなければいい。顔見せなければいい。あれ、ゼロタッチだ。うん。アンチ近っ。
あのスイカ上っていうのはあそこの上取ったら強いね。そうだね。まあ今から取ったらダメだよでも。うん。あ入ってないかあれ。うん。あ入ってない。ここ入ってない。ここ強いな。いるんだよなでも。とりあえず立てたくは頑張って。まあでも、スイタグ入ってないんだっけ？入ってない。多分ね。あ、右から回ってくるかも。右から来てるよ。最悪だな、それ。待ち構えるしかないわ、それは。伏せて。うん。投げるよ、もう。うん、いいよ。リロギン、カバーミー。もうこれ左行くよ。行くよ。あー、うん。ゆっくり行こう。あ、右回るよ。これ入ってないか、俺のところ、アンジー。いや、これ前まで攻めようか。もう前のやつ殺そうぜ、これ。あれあれあれ、裏折り。ワインドボード。おい左回る。右曲がるよ、サムライさん。今回当たった。ナイス。はい。はい。はい、俺ゼロキル。ジージー。ジージー。はい、俺ゼロキル。はい、ということで。はい。いかがだったでしょうか。やっぱトリオだからね、ちょっとやっぱ違うね。ちょっと違うね。立ち回りっていうか、ね、見る場所も違うし。でもね、俺結構良かったと思ったのが、こう2人、みっちゃんと侍さんが2人で下でやり合ってて、やすけが上からこう、うん、どこにおるどこにおるっていうのを見れるっていうのはすごいよね。やっぱさ、エアボーンも禁止じゃんね。そうだね。だからさ、忍者で上取ってこうね、周りの状況を伝えるっていうのはすごいよね。そうだね。どこに何がおるっていうのが分かっとればね、うん、ある程度動きやすいと思うし。そうだね。そう、まあ割と、まあ見ていただいたら、最後まで見ていただいたら分かると思うんだけど、うん、打ち合いになってないわけよね、俺が。だから割と忍者の動きができてたんかなって思うんで、うん、あ、まあ忍者使う方はぜひね、まあ、参考にしていただけたら嬉しいんですけど、うん、まあ、1回も多分どうなんだろう、侍さんとかみっちゃん根下ではめたりとか、うん、上取ってやり合ってる。まあ侍さんとみっちゃんがめっちゃヘイト買ってくれたから、あ、でもなんかフリーで打ててる場面が結構多かったから、うん、まあ良かったんじゃないかなっていう感じですかね、うん、もしかしたら理想のトリオの戦い方だったかもしれないね、あの状況が ね。そうだね、うん、まあうまいこといろいろがハマって、まあ、こんな感じになったんで、うん、まあぜひね、立ち回りだったりとか、まあ、忍者とかもね、あんまりうまくないけど、まあ、参考にしていただけたらなっていう感じですかね。はい、はい、ということで、参考になったという方は、はい、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますということで、おい、今回の動画はここまでということで、おい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。